スティーブン・リチャード・ライトはアメリカ合衆国カリフォルニア州トーランス出身のプロ野球選手。ウトを右ミギ MLB のピッツバーグパイレーツ参加所属。現代のメジャーリーグベースボールでは珍しいナックルボーラーである。バレービュー高校の時の2003年の MLB ドラフト26巡目でサンディエゴパドレスから指名されたがハワイ大学マノア校に進学した。 2006年の MLB ドラフト2巡目で、クリーブランドインディアンズから指名され、プロ入りした。2007年から2012年までは、A 級、レイクカウンティキャプテンズ、A 級キンストンインディアンス、AA 級、アクロン・エアロズ、トリプル a 級、コロンバス・クリッパーズでプレーした。いずれもインディアンス参加のマイナーリーグチームである。 90マイルパーアワーの速球を投げることができたが、2011年に球団側の同意を得て、ナックルボーラーに転向した。インディアンス球団社長の仲介により、2011年のスプリングトレーニングでは、ナックルボーラーで、チーム OB でもあるトム・キャンディオッティから指導を受けた。2012年7月31日、トレード期限最終日に、 ラーズ・アンダーソンとのトレードでボストン・レトソックスへ移籍した。2013年4月にジョエル・ハン・ラハンの怪我に伴って MLB に初昇格し、23日のオークランド・アスレチックス戦でデビューした。7月11日のシアトル・マリナーズ戦では4回、途中で降板したライアン・デンプスターの後に、当番5回に3を無失点に抑え、初勝利を記録した。 8月6日のヒューストンアストロズ戦で初先発を任されたが、保守のライアン・ラバー・アンウェイが、ナックルボールを補給できずに MLB 大記録となる1イニング4ホイツを記録し、1回で降板した。2014年3月7日にレッドソックスと1年契約に合意した。3月27日に素刑ブ通商候軍で15日間の故障者リスト入り、 4月7日に60日間の故障者リストへ移動した。故障の影響で MLB での登板は6試合に止まったが、防御率を2.57に下げ、投球回を上回る脱三進数を記録した。2015年は過去2シーズンの合計登板試合数を上回る16試合に投げ、うち9試合には先発投手として投げた。 72.2イニン,ングで非本塁が12本だったが、5勝4敗、防御率4.09と勝ち越し、2016年は先発ローテーション入りし、オールスターのメンバーにも選出された。8月には、肩の故障で故障者リスト入りしたが、先発当番二24試合で、初の完封勝利を含む4関東、13勝6敗、防御率3.33を記録した。 そのうち14試合で、ライアン・ハニガンとバッテリーを組み、防御率2.90だった。2017年も、開幕3試合目から登板するなど、先発ローテーション入りしたが5試合で1勝3敗、防御率8.25、5月に、左膝の手術を受ける。2018年は、DV 規定違反があったとして、開幕から15試合の出場停止処分を受ける。 4月28日に出場停止の影響で制限リストに入ってトリプル A 級ータケットにリハビリも兼ねて降格した5月14日に制限リストから復帰した10板した後に6月26日に左膝の怪我で故障者リストに入った7月2日に膝に多血小板結症注入をし復帰した8月28日に トリプル A 級ポータケットにリハビリのため降格し9月1日に故障者リストから復帰した。レギュラーシーズンでは20当番で53回とに3回を投げ3勝1敗防御率2.68だった。当初はポストシーズンのロースターに入る予定だったが前の膝の怪我の影響でロースターから離れて代わりにヒース・ヘンブリーが2018年の アメリカンリーグディビジョンシリーズからロースターに入ったため、ライトはメンバーから外れたが、チームはロサンゼルスドジャースを2018年のワールドシリーズで破り、自身2度目のワールドシリーズ優勝となった。2019年3月に禁止薬物の使用により、開幕から80試合の出場停止処分を受けた。2013年に MLB で血液検査が導入されて以来ト成長ホルモンの 使用が発覚したのは2016年の女子レイビー以来史上二人目となった。復帰後は怪我の影響もあり6試合の登板で防御率8.53と活躍できず10月18日に自由契約となった。その直後にトミー・ジョン手術を受け2020年シーズンは無所属のまま全休した。2021年3月21日に ピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。